すごいじゃない。もう半分も復旧したわよ。スパイダーコップがいる限り、たとえ火の中水の中いかなる任務も。ああ始まった、切るわよ。彼女は認めないが、スパイダーコップに好意を抱き始めていた。これまでの人生で会ったことのないようなワイルドで型破りな男。彼女は心を開く。いつの日か。こっそりって言ってたな。裏口を使おう。人がいるの、きっと持ってったのよ。あの仮面、何者だ。ここには俺たちしかいない。バレたら彼女が危険だ。こっそり倒さないと。ユリ、警報は本物だったよ。仮面の男たちと人質一人、強盗事件ってとこだね。了解、部隊をそっちに送る。それまで事態が悪化しないように頼むわよ。やってみる。バレないようにやるぞ。気づかれたらまずい。上から吊るされてると気持ちよさそう。こいつらまさかキングピンの縄張り奪うつもり？週末くらいゆっくり休ませてよ。こいつを上に吊るして、うわ、危ない。静かにしててよ。誰か来る。下から見えちゃうな。并不是我的幻觉。没东西。あれ、なんだろう。
これってもしかして動くな。あのさ、動くなって言われるたび守ってたら。ピーター、元気？ MJ、ここで何してるの？そっちと同じ、仕事よ。というか、だった。あ、そういえば、これ君のだろ。うん、ありがとう。で、ロビーに不法侵入の記事書けって言われた？まあ、ロビーはここにいること知らないし、ちょっと前までは不法侵入じゃなかった。え？つまりね。あ、どちら様？どうも、メリー・ジェーン・ワトソンです。フィスクの件で取材を。クレイグとは明日の約束だけど。私、せっかちなタイプで。私は違うわ。明日来てちょうだい。ああ、はい、すみません。ああ、クレイグ？うん、ごめん。ただ表紙は変えないとダメになるかも。わかんない。あ、表現派の作品とかは？やっぱり今日やってもいいわよ。本当に？もちろん、善は急げよ。ありがとう。クレイグ、やっぱり平気そう。始めましょう。自動車です。英語は1を押してね。準備ができたら爆蔵のところに来て。はい。初めてピーターがフィスクと戦った時、これで切り刻まれたんだっけ。瀕死のピーターがうちの庭で倒れてて、パパの車で救急病院に連れてったんだよね。それ以来、看護師 MJ 大活躍なんだね。まさか自分と重ねてたの？偉大なものは他者がしないこともする。フィスクとは大違い。ピーターの言い分はわかる。でもやっぱりマスクの影に隠れるヒーローなんて私は好きじゃないな。ヒーローになるって自分の行動に責任を持つってことでしょ。自分がやったってちゃんと言えなくちゃね。私ならそういうヒーローになりたい。ふーん、シムカリア、ニュースになってなかった？世界の歴史って結局男子たちが着飾って戦ってるだけってたまに思うんだよね。フィスクが芸術品の違法輸入始めた時のこと覚えてる？追跡されないように港を買って、私のパパみたいな古株をクビにして。あいつは逮捕されたってパパに教えてあげたいな。